Hello guys, welcome to my channel. It's Misa. Okay, so guess what is behind me? これ世界初の水に浮かぶアップルストアなんですよ。で、これが9月10日にシンガポールのマイナビーサンズにできたので、早速入ってみたいと思います。これがアップルストアだけど、めちゃくちゃ混んでる。わー、見て、スタッフも超いる。多分青い人がスタッフだよね。すごい。ソーシャルディスタンス。ドキドキ。次ですね、私の番は。こっちのバンドセクションがお店で売っている場所は世界で2つしかないそうです。ニューヨークとここマリナベイサンズ。私の専属アシスタントです。バスのアシスタントです。一日付き合ってくれ、一日も15分ぐらいだけかな、付き合ってくれるそうです。さんによると、この建物はローマのパンテオン神殿をモデルに建てられたそうです。そしてこの建物は114のガラスパネルで一切ネジ使ってないみたい。すごくないですか？あ、これは下に行けるエレベーターです。Also, they have the 360 degrees panoramic view of the Singapore skyline. これがアップルロゴ。すごい。ほら、後ろにマリナベイサンズが映ってる。はい、皆さん、これが外の外見ですね。夜になった時の。めっちゃ綺麗じゃないですか。アップルストアに見えない。あのロゴ、さっき私が撮ってもらったロゴですね。なんか見た目がオープン前の感じと全然違うんですよ。なんかオープン前はベールに包まれた感じで、でも今はもうさらけ出してますね。すごーい。どうやって立ったんだろう、本当。Okay, so I'm back home now and I'm going to check out this free gift that Apple gave me. Actually, I borrowed it from my friend. っていうのもやっぱノベルティープレゼント初日しかもらえないじゃないですか。だからゲットできた友達から借りてきました。And I want to know what's inside, so let's open it.アップルのロゴ。あ、トートバッグだ。見て。
トートバッグです。あ、ほら、ここに見えるかな、アップルマイナベイサンズって書いています。え、なんか生地的になんだろう、ウォータープルーフかな、なんかすごい、もうこれ雨に強そうな生地してるアップルのロゴのトートバッグです。他になんかあるかな、お、このスティック、そう、これあれじゃん、マックに貼るやつじゃないですか、これ絶対貼る人多いでしょ、私も貼りたいもんこれ。ってことでシールとトートバッグ、残念ながら iPhone はないです。はい、てな感じでノベルティープレゼント言葉から言えない、ノベルティープレゼントはこんな感じです。あの、今コロナでこういう状況だけど、落ち着いたら皆さんもこっちに来れるようになったら足を運んでみてください、プルストアに。あの、間違いなくインスタ映えするし、スタッフもみんな優しいし親切だし、一緒か、優しい親切もちろんアップルの商品も詳しく教えてくれると思います。本当にシンガポールに来れるようになったら遊びに行ってみてください、間違いなく楽しめると思います。Okay, so that's all for the video. Thank you so much for watching. I hope you enjoy it. And if you like it, don't forget to give me a big like and subscribe to my channel. あと、インスタ、ツイッターフォローしてくれたら、すごく、すごく、すごーく嬉しいので、フォローしてください。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。See you guys soon!